19年1月9日、フーグリーボツは、オランダ東インド会社の社員で、第32代及び34代の、オランダ省喚長。東インド会社のフーグリー省喚、ヘンドリク・バン・シュアロン・ボローが、1665年ボル、ガーは、1636年5月に、東インド会社のスートフェン号の船員となり、急速に昇進していった。1638年には、 コロマンデルで召喚助手1644年には召喚員となった。やがてカシンバザールの責任者となり、キヌの産地であるフーグリの小さな召喚を任された。ベンガルの召喚の重要性は増していた。1653年にはバタビアに転勤となった。その後、一旦オランダ本国に戻った。1662年にはモザンビークに向かい、 ポルトガルに対抗した。1663年にジャワに戻った後、すぐに出ジマの小官庁に任命された。当時の規定に従い、1年後には日本を離れたが、1665年には再び出ジマの小官庁となった。この際は長期滞在を期待して妻を伴ったがそれは叶わず、1年後に自席であったダニエルシックスを小官庁に任命して、 長崎を離れた。1666年9月、五島列島に8人のヨーロッパ人が上陸したが、これは13年間遊兵されていた朝鮮から脱出してきたヘンドリック・ハメルらの一行であった。ボルガート6は朝鮮に遊兵されていた他のオランダ人7人を解放させた。1667年にはスマトラのジャンビの責任者となり、 続いて、インドの臨時評議員を務めた。1670年には、スーラとの長官に任命されたが、病気のため着任は遅れた。1672年、妻を伴って、スーラとに赴任しそこに4年間滞在した。その後、西ベンガールの評議員に任命されたが、間もなく死亡した。ありがとうございます。